人生で2回も振袖、晴れ着を着られると思っていなかったので、今すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今年も1年よろしくお願いいたします。私は四字熟語が好きなので金婚一番にさせていただきました。今年で帰籍をしてから1年が経って、こうようやく少しずつ環境にも慣れてきて、気持ちにこう余裕を持てるようになってきたので、こう自分のやりたいことだったりとか、周りの方から求められていることをなんか考えて、なんかいろんなことに挑戦していきたいなと思います。私もよろしくお願いします。